どうした？話聞こうか？あれ？どうしたの？今にも泣きそうな顔して、そんなにガチなこと？ごめん、気軽に声をかけちゃって。そこまで深刻だと思ってなくて。起きたら8時半過ぎちゃってて、この時点でもう絶対に間に合わないんだから笑っちゃうよね。一周回ってどうせ遅刻ならってまた寝ちゃって、そうしたらこんな時間になっちゃったよ。やっちゃった。うん、それは平気、病気ではないよ。病気ではだけもらっとく。心配してくれてありがとね。ほーら、授業始まるよ。教室行こう。